メタ哲学は哲学の哲学とも呼ばれ、哲学の本性、目的、方法を研究対象とする。メタフィロソフィーという言葉は20世紀中頃から英語圏で通用するようになったようだ。しかし通用している一方で、二次哲学が通常の哲学と異なるかどうか、広く受け入れられた意見もなければ注目すべき議論も存在しない。分析哲学では、 伝統的に過去の研究に対するコメントや研究に対して元の研究が哲学的問題の解決に貢献したのと対比的であることを示すように標識付けするために主に使われてきた。モリス・ラザロビッツは1940年からこの言葉を使い始めたと主張しており、1942年にははっきりと文面に残している。 より早い使用はフランス語の文献からの翻訳の中に見られる。1960年頃にはこの言葉は多かれ、少なかれ通用しており、リチャード・ローティが使用したり、ラザ・ロビッツの著書のタイトルに使われたりしている。1970年には雑誌、メタフィロソフィーが創刊している。メタ哲学は、哲学に関する、一般的言名のうちいくつかを哲学それ。 自体と区別することは生産的であるという考えに基づいている。他の多くの文化的実践と比較すると、哲学にとって、この区別はむしろ疑わしいものであるが、言語の場合も哲学と同様である。つまり、英語という言語について、英語で話すとき、対象としての英語とメタ言語としての英語が区別されている。哲学者がメタ哲学という用語を使うとき、 それは未だ少数派なのであるが、多数派の哲学者がこの考えに探求する価値を見出していないと推測される。それ自体が再帰的な営みである限り、哲学は、例えばそれ自体の伝統や論的、歴史に訴えるといったことによって、常にすでにその思想を融合させている。したがって、例えば、ヘーゲルのような歴史主義に係る哲学は、 メタ哲学という言葉を使っていなくとも、メタ哲学である。教授的な方法や体系学的な方法は、歴史主義的な方法や通じ的な方法より、はっきりと、メタ哲学的である。ルートビヒビトゲンシュタインは、メタ言語から、メタ哲学を類推することを否定したことで知られる、ある人がこう考える、哲学が、 哲学という言葉の用法について考えればそれは二次哲学に違いない。しかし、そうではない。というのは、それはむしろ哲字法の場合と同様である。哲字法は二次哲字法となることなく他の字と同様に、哲字法という軸を扱う。ルートビヒビトゲンシュタイン、哲学探求、121つまり、哲字法という軸の哲字法を考えることは確かに、 メタ的な営みだが、しかし、鉄字法という軸も元から鉄字法の扱う、対象であり、それを扱ったからといって、通常の鉄字法から分離して、メタ鉄字法、二次鉄字法が生じるわけではない。哲学の場合もこれと全く同じである、とビトゲンシュタインは考えている。近年では、ティモシー・ウィリアムズが、 メタ哲学という言葉を使うのをやめ、それが勘違いかもしれないということを述べている。私はすでに、メタ哲学という言葉を却下している。哲学の哲学は、他の、あらゆる哲学の分野がそうであるように自動的に、哲学の一領域ということになるが、メタ哲学という言葉は、まるでそれが哲学を上から見下ろしすものであるかのように、感じられる。ティモシー・ウィリアムズ。 ザ・フィロソフィー・オブ・フィロソフィー・ニコラス・レシャーや、リチャード・ダブルといった他の哲学者たちは、メタ哲学という言葉を採用しいい意味で使っている。普遍的な哲学的原理の研究を提出しつつ、レシャーの著書は、メタ哲学についての彼の考えと共に始まっている。メタ哲学は哲学を実践することそれ、自体に対する哲学的考察である。その最終的な目的は、 見込みや展望を鮮明する領域の方法を研究することである。ニコラス・レシャー、フィロソフィカル・ダイエレクティクス、アンエッセイ・オン・メタ・フィロソフィー、P ・イチ・哲学という言葉は古代ギリシャ語に由来する。つまり、ファイオタラムダ・シグマ・ファイアルファは、地を愛することを意味する。しかしながら、この言葉の可能な意味として、地を愛するを挙げる文献は、ほとんどなく、 他の多くの文献はこの言葉の語源は助けがあまりないであるとしている。フィロソフィーという言葉の意味や用法は歴史を通じて変化してきた。古典古代においてはほとんどあらゆるすべての研究を含んだ。デカルトにとっては学問の女王であり、究極的な正当化を行うものであった。デイビッド・ヒュームの時代には、形事上学と倫理学が、 人間の学問であると解釈された。そして現代では、分析哲学が自身を概念の研究であると定義することを好んでいる。哲学の定義の多くが定義することの難しさを述べることから始まっており、定義することが悪名が知れ渡るほど難しいと言ったり、簡単な定義は存在しないと言ってみたり、哲学の定義のうち最も興味深いものは仏義を。 カモスと言ったりしている我々は哲学の特有の形質について指摘できる。誰かが数学とは何かと問うたとき、我々は議論のために実書的な定義によって数の学問であるということができる。そう定義する限り、これは議論を引き起こしそうにない原名なの。明確に限定されたひとまとまりの知識が存在する。 限りどんな分野でも同じやり方で定義が与えられる。しかし哲学は、そのようには、定義できない。哲学のどんな定義でも、議論の的となるし、それらの哲学の定義自体が何らかの、哲学的立場を表現している。哲学とは何か知る、唯一の方法は、哲学することである。バートランド・ラッセル、ザウィズダムオブザウエスト P7 しかしながら、 一般的な言及がある作品の評論は、哲学は根本的、普遍的なテーマの研究を必然的に伴うという、ことの根拠に関しては広範な同意が得られていることを示唆している。例えば、思考、行動、実在に関係する、最も根源的、普遍的な概念、原理、我々の宇宙やその中で、我々が占める場所に関する、最も普遍的な問題。 それが研究する万物の究極的に根本的な理由あるいは万物の根本的な理由もしくは原因。オックスフォード哲学時点にはそれは世界の基礎や前提を剥き出しにするために世界の最も普遍的、抽象的な点とそれを使って我々が考えるところのカテゴリーを研究することであるとある。哲学は根本的には 批判的思考に関するものであって、我々が当然のものと考えている信念について考察するものであると考える著述家もいる。ウィルフリード・ホッジスは以下のように書いている。イギリスで言われるところの哲学はあらゆること、特に明らかで疑えないように思われることを信頼しないことである。哲学的研究は元から二次的で概念、理論。 前提をも主題が問題になるのと同じように問題としている。著述家もいる。それは一般的には二次的な物事である。考えることについて考えることである。哲学者は人の思考を構成する概念を使うよりもむしろ研究する。だが、オックスフォード哲学時点において二次的に考え直すことと一時的な規律を実践することそれ、事態との境界線は 必ずしも明確でないと警告されている。つまり、哲学的な問題は、規律が発展することで抑え込まれ、規律による管理は、反省によって動かすぶりをかけられるのである。大多数の著述家は、哲学が、経験科学からも、宗教からも区別されることに同意する。哲学は、それのうちで問題が、経験的に答えられるということがないために、科学、 つまり観察や実験とは異なる。哲学は、それのうちに、信仰や、啓示の占める場所がないという点で宗教とは異なる。哲学はどんな種類の啓示や神秘、宗教的知識に訴えて問題に答えることもしようとせず、感覚的な観察や実験に言及せずに理性を用いる。すべての有意味な経験的問題は、哲学ではなく、 科学によって答えられるべきだと主張する分析哲学者もいる。しかし一方で、プラグマティストや自然化された認識論者のように、現代哲学の中には、哲学は科学と結びついているはずだとか、反省を知的探求のあらゆる分野の最高の実践とともに継続的なものとみなすのを好むことというように広い意味で、哲学は 科学的であるといった主張をする者もいる。メタ哲学に特有な課題は哲学の分野の分類法をもたらすことである。アリストテレスは最も普遍的な学問である第一哲学と自然を扱う第二哲学について語った。しかし、古代後期には徹底的な教理としての第一哲学は自然学の後に来るものと考えられ、 第一哲学について書かれた作品は、フィジックスメタから来るもの、メタフィジックスと呼ばれた。アリストテレスの、刑事上学は、伝統的に三つの部分からなるとみなされた。つまり、存在論、自然神学、普遍学の三つである。時代が下りキリスト教が、支配的になるにつれて、フィロソフィア・アンシラ・シアロゼの格言が示すように、 哲学は全体として補助的な学問と考えられた。ルネサンス期の終わり頃には存在について考える理論が存在論と名付けられ、それに対応して知識に関する理論が認識論の名のもとに現れた。18世紀にはアレクサンダー・ゴッドリープ・プバウムガルテンが感覚的知識の特別な場合について考えこれをナシオロジーやインフェリオと呼んだ。これが カントによって美学となる。ギリシア人は倫理に強い関心を抱いており、ローマ帝国の時代においても倫理は主要な関心事の一つであった。後の時代には倫理学は独立した学問として確立された。よって哲学の学問的構造は一般的にはとなる。これらは、形事上学倫理学、認識論、論理学、 そして最後に美学というように列挙される。応用哲学は、例えば宗教のような社会的活動や、科学や、社会学のような知的追求に対する、哲学的批判である。哲学者にして、百科全書編集者のモーティマー・アドラーは、様々な研究分野の二次的問題を抱えていたが、しばしば、それらの問題は、彼の分類法によれば、の、 哲学というフレーズで呼ばれるような哲学の様々な分子のもとに見出されるものであった。アドラーはこれらの二次哲学的問題を二つに分けた。一方は、存在、原因、変化、永遠、運命、愛のような思考の対象とし、もう一方は、宗教哲学、歴史哲学、言語哲学、科学哲学のような思考の主題、つまり手続き上の領域とした。 メタ哲学もまた、例えば宗教の刑事上学、宗教の認識論、宗教の価値論というように他の主な分子によって二次的な問題を理解しようと試みた。哲学におけるあなたの目的は何かハエにハエ取り壺からの出口を示してやること。ルートビヒビトゲンシュタイン、哲学探求、309例えば実存主義者やプラグマティストのように、 哲学者の中には、哲学は、究極的には、実践的な学問で、我々が何者なのか、我々を取り巻く世界に我々はどう関係しているのか、我々は何をすべきなのかを示すことで、我々の人生を有意義なものにする助けになるものだと考えている人もいる。一方、分析哲学者のように、哲学を、 その目的に照らし合わせて公平な知識の追求のような目的を持った技術的、形式的で完全に理論的な学問とみなす者も,もいる。また、それが研究するすべてのものの絶対的に根本的な原因を発見すること、日常的な信念や科学的な信念の本性及び意義を明るみに出すこと、さらに科学や宗教により与えられた指揮権を統合し、また、 それを超えていくことが哲学の目的に含まれると提言する者も,もいる。哲学の正しい方法とはこうであろう。言えること、つまり自然科学の問題、つまり哲学によってなすべきことが含まれていないようなこと以外は言わないこと。そして誰かが刑事上学的なことを言おうとした時には必ず彼に、彼は、 自分の問題の中の確かな標識に何の意味も与えられないことを説明すること。この方法は他人を満足させられないだろう。彼は我々に哲学について教えてもらったという感じがしないだろう。しかし、これが唯一の厳密に正しい方法であろう。ルートビヒビトゲンシュタイン論理哲学論六6.53大多数の根拠が哲学の 主な方法は、多かれ少なかれ、系統だった種類の論理的で、理性的で、批判的な研究と討議であることを認めている。トマス主義の哲学者は、理性の自然の光について、同様に言及している。スティーブン・トゥールミンは、哲学の3つの基本的な方法を定義している。哲学の歴史的方法には古代ギリシア哲学、認識論、言語学の3つがある。 古代ギリシアの哲学に対する実践知的な取り組みは、ソクラテスやエピクロスのような哲学者によって率先された。哲学のこのような形での問いは、幸福な人生の追求や美徳の要請に関係する物事を主に含むが、政治哲学や宗教哲学は記録された思想を特色としている。こういった哲学者たちの一般的な方法は今日、 ソクラテス式問答法として広く知られている反対論章である。認識論的な取り組みは特に合理主義と経験主義の間の議論において知識の基盤をなす。この区別は経験主義の側のジョン・ロック、デイビッド・ヒューム、ジョージ・バークリー、合理主義の側のルネ・デカルト、バールーフ・デ・スピノザ、ゴットフリート・ライプニッツといった近代哲学に適したものである。 しかしながら、この区別は、近現代の哲学に適用した時にだけ意味をなし得る。さらに最近の哲学に対する、言語学的な取り組みは、認識論の形でも、概念や観念の研究としても行われる。アルフレッド・エイヤーの、言語、心理、論理では、哲学の定義として二つの判断基準が示されている。第一に、科学は本当に、 知識の分子でなければならない。第二に、それは哲学として知られる観念や印象の領域との関係をはらんでいなければならない。よって、エアーにとって哲学は完全に分析的な課題として、また、どのように使われるかの定義の集まりとして定義される。真理とは何かあるいはより一般的に、X とは何か という問いは世界に関する事実というより、むしろ定義を問うているのだ、と思想の分析派は一般的に提言している。近年の哲学者にはソクラテスから現代の言語哲学までの哲学的探求の基本的な手段である直感に疑いの目を向ける者も,もいる。直感に対する反省において様々な思想家が知識の確かな根拠としては直感を放棄して、 それによってアプリよりな哲学を問題にしている。実験哲学は哲学的問題に持続的に関わるために経験的な調査を、特に世論調査を少なくとも部分的に使用するような哲学的研究の形式である。分析哲学において見出された方法と対照的に哲学者は問題に対して自身の直感に訴えることから始め、そして前提として 直感を使って議論を形成することがあるというものもいる。しかしながら、経験哲学は何を達成できるかに関する意見の不一致は広がっていて、何人かの哲学者が経験哲学に対する批判を行っている。具体的には、経験哲学者が集めている、経験的なデータは哲学的な直感に導く、横たわっている、心理学的な過程を、 よりよく理解することを考慮に入れることによって哲学的な問題に遠回りになるような影響を及ぼすといった指摘がある。定量的な推論を利用するような別の分野の哲学は軽量哲学と呼ばれる。この分野では様々な存在論や倫理学の体系に対していくつかの単純化された想像上の世界を構築し、それらに対して実験をすることで 現実世界の観察に直面させる。ここに現れる研究及び科学的活動は膨大なメタ哲学的、メタ理論的な前提を要求する。メタ哲学に顕著な問題は哲学の発展が起こるかどうか、そしてさらにそういう哲学の発展は本当に起こり得るものかどうかといったことである。本当に哲学的な問題が 現実に存在するかどうかは、ルートビヒビトゲンシュタインによって最も著しく討議されてきた。それに反対する意見として、そういった問題が本当に存在すると考えるカール・ポパが、それらは解かれうるし、それらのうちのいくつかの決定的な解決を発見したと主張している。プラトンは以下のような問いを挙げている。イマヌエル・カントの哲学に対する取り組み。 つまり彼の批判哲学は徹底的に自己意識的で反省的である。彼はプロレゴメナを表して今日明らかにメタ哲学的だとみなされている著作の例を作った。ルートビヒビトゲンシュタインは哲学の難題や哲学的理解について書いた。哲学の誤りは哲学的研究の本性に関する混乱に起因すると主張した。また、 哲学探求には、メタ哲学など存在しないと書いている。チャーリー・ダンバー・ブロードはその著書、イントロダクション・ツー・サイエンティフィック・ソートの、The Subject, Matter of Philosophy, and It's Relations to the Special Sciences において、批判哲学と死弁哲学を区別している。カート・ジョン・デュカッセは、Philosophy as A-Science において、 哲学の本性に対するいくつかの観点を考察して、哲学はそれぞれ別個の問題、つまり評価を持っていると結論している。デュカッセの考え方は第一にメタ哲学と表現されてきた。アンリル・フェーブルはメタフィロソフィーにおいてマルクス主義の立場から批判的社会理論のなくてはならない方法論的取り組みとして存在論的切断を支持している。 ありがとうございます。